ブカレストの国立劇場前に立つ警察官ルーマニアの犯罪はルーマニア警察や国家憲兵隊によって取り締まられているが首都ブカレストをはじめとしてルーマニア全土で様々な形態の犯罪が横行しているルーマニアの犯罪傾向において他国の異なる点は社会的経済的問題により都市部よりも地方の方が 暴力犯罪の発生率が高いということである。地方では貧困、教育レベルの低さ、高い失業率に悩まされている。一例として、ルーマニア北東部は EU で最も貧しい地域の一つであるまた、もう一つの特徴として、ルーマニアは世界でも最も厳しい銃規制が敷かれているため、銃による犯罪は非常に稀である。したがって、殺人のほとんどは、 斧やナイフなど、鋭利なもので行われる。2012年の殺人事件で、銃が使われたのは、たったの2%であり、自殺においても、2015年の拳銃自殺は、全体の1%であった。暴力を伴う犯罪の発生率は、1990年代に、最も高かった。2016年時点で、10万人あたりの殺人率は1.25人である。 2016年、ルーマニアには247人の殺人者がいる。EU の加盟により、ルーマニアは、官業の透明性や、説明責任履行の改善が求められている。しかし、市民や企業にとっては、情報開示や意思決定プロセスの法整備が貧弱な、ため、政府による改革は、小さく、遅いとの認識が浸透している。一方、 EU 委員会における最新の協力、検証制度の報告書では、国家汚職防止局など様々な機関による汚職撲滅の働きかけがあったと評価している。近年、ルーマニアでは、元首相、議員、政治家、実業家など、広い範囲にわたって、有罪判決が下されたことで注目を集めている。アメリカ合衆国国務省の外交保安局は、2017年、 ルーマニア犯罪安全報告書において、観光客を狙った犯罪はほとんど、隙を狙った犯罪や詐欺に限定されているとしている。報告書では、私服警官を装った、犯罪、急な友人関係、混雑した地区や、交通機関でのすり、攻撃的な物乞い、法外な価格の不正請求、地方を走る列車における犯罪についても、言及している。また、 ブカレストのフェレンタリ地区などを犯罪発生度の高い危険地域として避けるように警告している。ただ、旅行者の遭遇する最大の安全上の懸念としては、多くの車が交通ルールを無視しているため、交通事故が挙げられている。2010年のユーロバロメータによる女性に対する暴力の調査では、ルーマニア人回答者の39%が d v を非常に多いと答え、 45%が多い、8%が多くはないと回答した。全くないと答えたのは8%で、残りの8%は分からない、無回答であった。ルーマニアでは被害者避難の考え方が浸透している。2013年の調査では回答者の30.9%が女性が自分の責任で暴力を受けることがあるとしている。 2010年のユーロバロメータの調査によれば、回答者の58%が、女性に対する暴力の原因として、女性の挑発的な行動があると答えた。2016年、ルーマニアは、女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止、撲滅に関する欧州議会協定を批准した。両外店やホテル周辺、公共交通機関、鉄道駅、 空港ターミナル内などの混雑した場所では、スリやカバンの盗難が横行しており、ルーマニアでは非常に深刻な問題となっている。手口は、裕福層に見える人物を集団で取り囲み、その中の何人かがポケットや首、腕周りから金銭、宝飾品、時計を奪うものである。また、被害者の注意をそらして、バッグを奪い、すぐに逃げたり、 私服警官を装った人物が観光客に偽のバッジを提示し、パスポートや財布を見せるように求めた後、財布から金銭を盗んだりする犯罪も行われている。このような犯罪を犯すのは子供の場合もある。ルーマニア革命により計画経済が崩壊したため多くの個人院が閉鎖され、経済は不安定となった結果、1990年代には ストリートチルドレンの数が急増し、子供による犯罪も多かった。現在では状況は大幅に改善しているものの、路上で軽犯罪を犯したり、攻撃な物語をしたりする子供や若者は依然として存在する。アメリカの2017年ルーマニア犯罪安全報告書では、若者のグループであることが多い物声たちはターゲットの気をそらして、 盗みを行うため、衣服を掴んだり、破いたりといった攻撃的な手段に出ることもある。窃盗や物乞いのグループには、小さな子供や身なりの整った大人も含まれ、鉄道駅や公共交通機関で、主に活動しているとしている。ルーマニア警察は、ルーマニアの国家警察権力であり、代表的な法執行機関でもある。内務省に属し、共産政権時代には、 ミリツヤと呼ばれていた。ルーマニア革命後、多くの改変が行われており、中でも2002年の改変は、非武装化し、文民警察となる大きなものであった。ルーマニア国家憲兵隊は、ハイリスクであったり、専門的な法執行業務を担うルーマニアの武装警察組織である。ルーマニア警察と並び、二大警察権力の一つであり、いずれも市民に権力を行使できる。 ルーマニア警察と同じで内務省の管轄下にある。フランス国家憲兵隊やカラビニエリなどとは異なり、ルーマニア軍を取り締まる責務はなく、この義務は憲兵に置かれている。ブカレストの警察本部アメリカの2017年ルーマニア犯罪安全報告書には、ルーマニア警察は複雑な犯罪捜査はできるが、軽犯罪を取り締まるのに苦労しているとある。 捜査や刑罰において被害者にとって重要な役割を果たしているのが法医学を専門とする医師から出される法医学証明書である。これは IML 証明書とも呼ばれ暴力犯罪の証拠として用いられる。ルーマニアで最も名高い犯罪者として知られているのが1970年から71年にかけてブカレストで複数の女性を殺害、暴行した。 シリアルキラーのイオン・リマルである。彼は死刑判決を受け、1971年5月に処刑された。トランシルバニアでは1970年代、ハンマーを持った男として知られるロムルスベレスが、複数の女性の殺害、殺害未遂を犯した。彼は5件の殺人と複数の殺人未遂で、起訴されたが、犯行を悪魔のせいにするなど、 統合失調症を患っていることが分かり、責任能力がないとして、投獄はされなかった。代わりに、1976年、指定にある、精神病院に収容された。1977年に、ブカレストで起きた、安価事件は、後に、ルーマニア最悪の冤罪として知られることとなる。タクシードライバーであったカズルアンカは、共産党政権が迅速な解決を命じたため、 ミリツヤや検察の拷問を受け、犯していない殺人を認めざるを得なかった。1981年に、真犯人であるロムカ・コズミチが逮捕され、18歳女性の殺人、死体解体、二度目の同様の犯罪について、犯行を認めた。彼は死刑を宣告され、処刑された。ありがとうございます。